私はいつまで戦い続けるのだろう。この血塗られた戦場の渦の中。そろそろ始まりますね。陶器以外の機体は全てロストした。作戦の遂行に支障が予想される。指示を行う。オペレーターより 2B、 現地担当の 9S と合流し地形情報を入手。目標の敵、超大型兵器の破壊と情報収集に当たってください。了解。近距離攻撃装備起動。敵拠点の防衛システム解除はこれでよしと。さてと、お仕事頑張りますか。これが目標超大型兵器。速やかな排除を推奨。簡単に言う、私はいつまで嘘をつき続けるのだろう。その暗い未来に絶望し続けながら。ニーアオートマタバージョン 1.1A、 2023年1月、放送開始。これは呪いか、それとも罰か。